はい、それでは始めてください。さあ、今マイクで喋ってくれていた五郎さんが 2P に。さあ、結構相手をさばいていくスタイルが得意なリンゴさんに対して、相手のガードをこじ開けていくのが得意な五郎さんの、まあ、なかなかいい組み合わせですね。先歩戦はビリ対ジョー。さあ、開幕強ハリケーンアッパー。さあ、ジャンプ飛ばして避けて一気に画面端、さあ画面へチクチクからジャンプ飛ばして早出し、あの連携が非常に強いですね。さあ、ここはしっかり今日の中段3セットまで。さあ、今のところは一方的にリンゴさんがさばいている。しかし通常投げも決まって前転をしっかり狩る。これはおそらく使っていくでしょう。強襲召喚でほぼ P 勝ち。先方戦はリンゴ、そして中堅のフォア。このキャラがやはりこの時のためにいるというか、逆転しに行くためにはすごい最適なキャラ、最適なキャラですね。さあ、しゃがみ A で嫌がらせするがねじ込んでくるゴロ。これは1ゲージが使う。しかし十分なダメージ。置き攻めはタチコファンから、これはつながっている。下手に動くとノーマル強かかとからでもつながってしまうのが恐ろしいところ。さあ、さっきの状況は嘘のような展開。さあ、両下がれこのファーを止めたいところですが、さあ、吹っ飛ばしからここで飲む。ここがこれはヒット確認もしっかりしている。おそらくまだ使うでしょう。強勝利から4セットコース、爆裂2ゲージ。これは最後が固定ダメージ90だが、ギリギリか、ギリギリ残る。ゼロドットか、削る。さあ、先方戦が嘘のような展開。リンゴさん大将バイス、しゃがみして対空している。さあ、牽制をまいて相手を近寄らせない。もうキングみたいになってますね。しゃがみ B から、さあ、しかしバイスも牽制にいい。リターンがでかい。ここはもう使っていく。さあ、どう締めるのか。ここは2ゲージでまずネオマまで殺しきれないが、このまま決めたいところ。しゃがみ腰から投げは、これはおそらく決まれば終わってしまう。強化後から2ゲージ、ちょっと端々だったのでレシピが変わって微妙な感じになったが、また残る。ここはもう使うしかない。そうですね、端々だと最後の強化ガードが1ヒットになってしまうので、そうですね、あそこはちょっと難しいところでしたね。さあ、リンゴさんなんとかだーなんだ今の。手が伸ばした手に当たってしまい、勝ったのはゴロで、ワンピー行くのはヒロト。さあ、ゴロさんを狙い撃ちかのように入っていきました。さあ、ここも注目の一戦か、ヒロト対ゴロ。さあ、お互いフォアが入って、フォアとシェンが入っているので、だいぶ荒れ模様になりそうですね。さあ、差はこの先方だけ、空手とジョーの差。
さあ開幕突っ込んでいくのはヒロト、つなぎを外して飛ばしを見せてスライディングで画面味を脱出。さあこれは開幕おいしい。さあスライディングを重ねる。さあ素早い展開。おっと位置が入れ替わる。さあ乗っかっていくからでジャックを刻んでいく。しかし全て防ぎきている。さあ手から飛ばし。さあこれはやっとちょっとコンボ見せてしまう。これはおそらく、おっとさあちょっとケチったか。足払いから投げ。お互いなんか爆裂拳が出ている。いやーちょっとめり込みすぎて行番前ビー。さあ鬼のゴロ、後ろでおじさんがちょっと煽っている。最後多分ケチったんですね。あの爆裂拳で殺しきると思ったのかもしれない。さあしかしここは早めにフィニッシュ、空手を沈める。ここからは同キャラ。さあもうこれはどっちにどう転がるか分かんない。飛ばしからエンディ立ち火で止める。どっちがゴロだ。ゴロさん緑の方か。あ違う逆だ。さあもうどっち、あっとこれ置き攻め重視。攻めているのがゴロか、飲んでいるのがゴロか。さあこれ先は切れて飛ばしから繋がらない。ここで発動、決めているのはヒロトだったが見せてしまう。さあなんかすごいことになっている。さあ隙を消してここは強気に逆二択をかけていく。ゴロ表ガード。さあ勝負の勝利を詰めたくガードして禁止でフィニッシュ。さあヒロトが追い詰められる展開。ここの体力になるとやはりフォアがもうやりたい放題になる。ここはどうなる。おそらく使うでしょう。そしておそらく爆裂でゲージをため2ゲージぴったり。しかしまだ死なない。さあここはゴロ意地でも勝っておきたいところ。ここで勝利を逃すとまだワンチャン分からなくなる。ジャンプリーが刺さって、うわー強気に弱勝利をバナしていく。さあ気合の勝利、勝ったのはゴロ。ヒロトレンコイン。さあヒロト再戦、許せねえと。さあ先ほどは劇的な勝利を収めたゴロ、そしてこの再戦。さあ開幕ゴロがワンコンも決めてガーキャン返していく。ハリキャッパーの持続に引っかかって、さあリードはゴロ。さあ完全に乗ってしまっているか。ゴロペースが続く。フットワークも刺さって強ハリキャンパー、若干ハリキャンパー、うわー当てみよう。読んでの強気な行動。まあ空手側はほぼこすりますからね、あの後は。さあ飲んだところに確定している。ジャックかかと、あれはワンフレーム目から空中安定なので、まあ、かなり脱出兼、まあ引っかかってくれれば美味しいみたいな。立ち合いからハリキャンパー、
飛ばしを見せてジャンプ飛ばしも刺していく。さあフォアの影に隠れているこのキャラですが、ゴローが使うとこうなる。しっかり落として完全にゴローペース。さあゴローの上爆発している。さあ大将戦まで引きずり出されるヒロト。さあ気づけば刺さっている。これはまだ使わない。さあうまくダブルアップに成功。バンバン。さあこっから反撃の罵しになるか。しかし相手はフォア。さあうまく隙を消して連携を立てていく。さあ前線に逃げてスライディング。これは追い打ち。しっかりつながっている。バンバン追い打ちで死ぬか。死ぬ。さあまだヒロと息をしている。というかかなり盛り返している。ここで大将戦。さあ状況は圧倒的ゴロ有利だが、ジャンプ飛ばしジャンプ飛ばしからの、あっと刺さってしまう。これは4ゲージあるため、おそらく決まってしまえば死んでしまう。さあゴロヒロトに2連勝。そうですね、なぎさんワンピース。はい、ではワンピースとあるのはなぎへ。久しぶりかな。さあまあ投げさんが出ているということで、まあ、セットであの方も出ていますね。今日はまだ1回も出てないけど、で、1P 投げ兵対 2P ゴロ、これも面白い試合が見れそうですね。さあ投げさんは一応これが本キャラかな。ネッツからってエリザ。さあ開幕かかとで強気にいく。出し切ってしまって感覚が難しいと見たから、出し通常投げに切り替えていく。さあ爆裂拳から連携を組んでいくが、ねじ込んでいく。あの荒髪が本当に強いですね。さあここは投げ外す。さあこうなるとさすがの、おっと、さあ位置が入れ替わって、これはかなり食らってはいけない攻撃を食らってしまう。まだピオーリはしないが十分なダメージか。さあゴロさん完全に乗ってしまっている。さあかき消して、今日のハリケーンアッパーは見てからちょっと難しそうですね。早い。さあ相打になってめくり、あとは続かないが、いやーうまい。さあちょっと目を離した隙に EX 力が刺さっている。あっと漏れてしまう。ちょっとあの、ま、様子を見て投げに行ったんですね、おそらくね。あれ俺もたまにやっちゃうんだよね。さあ暴発したもののなんとか取り返していくのは投げ兵。さあ続いてこの悪魔みたいなキャラ、ジャンプ飛ばしから
入ってます。あ、一ノ瀬さん来た。とりあえず俺が来た瞬間に投げ変がやってるっていうのはもう運命だと思う、はい、確かに前もあったね、この状況が低めですね。さあここはゴロがうまい。 NC から、ドラゴンキックだっけ。今日はライフはいくつ。今日ライフ2です。あ、ライフ2、はい、俺も1回出れんのかな、もしかして出れます。さあ直木さんだけが結構遅れてきたんで直木さんだけ1個です。直木さん、あ、なるほどなるほど。投げたい。あ、ゴロさん、はい、投げ厳しいわ厳しい。そして状況が厳しい。あ、まあ確かにそうですね。ここはもう何か食らってしまうと終わってしまう体力。ここはなんか最近橋本でまた橋本の話なんですけど、あ、はいはい、知ってる方がいて、あの強化だと投げ飲んだ後の強化とかとよく使うようになったんですけど、はい、あれすぐ歪みますね。あれはやばいですね。すぐ歪む、すぐ歪む、本当にどうしたんですかあれガードぐらいさせてくれよって話。確かにそうですよね。あっという間に歪むから本当勘弁してほしい。まあ正面から来てんのにガードできないですもんね。なんか中央でも当たり前にだって当たり前にめってくる。当たり前のどういう自負になってんのか。さあなんだかんだラギエが結構頑張ってるか、そうですね。いやーうまい。常に今2回下がっていた確かに常に2回下がったのはもう2回前許してもらえず、しっかりさすがに決まってしまう。お疲れ様です。はい、ここで五郎さんが、はい、連勝を、あーいいっすよ、これでもいいけど、はい、さあ今マイクをちょっとだけ握ってもらっていた、ワンピーデブというふうになってます。デブ対ゴロ、デブアット畑さん、おぎちゃん、ガチョウに誕生日おめでとうというふうになっております。全員プレイヤーの名前かな、はいデブアットの後が長いですけど、はい、片付けてやる。さあそろそろ、まあほぼ全員のライフが1個になろうとしているところですね。さあ先行戦は K ダッシュ対ジョー。これはまあゴロさん前作というか前バージョンで相当やり込んだ組み合わせだと思うんですけど、まあ前回はケラシがもっと強かったのでいくらか楽にはなってんのかな。さあここは爆裂剣から連携を組んでいく。抜けられない、ジャンプで越して、さあ透かし投げから、さあしゃがんでいる。勝負で、勝負のしゃがみ、しっかり、おっと何も出ないか。爆裂剣からダッシュしゃがみ壊し、さあ重ねて、これは EX サインしてるから EX バイス投げを外して上を取っていくな。ゴロハリケンアッパーから、さあガードが硬い。デブ、さあでかいEX サインがでかいし、スラッシュキックの暗い判定もでかかったが前に出てましたね。さあここから、さあしかしここで K ダッシュが早々に負けてしまうと状況は変わってしまう。なんとか相手を疲れさせたい K ダッシュ側。おっと、ここはちょっとジャパン気味だったが密着から足払い。さあ2番手でシェンが出てくる。さあシェン、バイスと続いてるんで結構ゲージの管理が難しそうですが、この試合はどうなっていくか。バカとニーマザーもう逃げるしかない。引っかかるが2発目が間に合わず強化カードに引っ掛けて、
さあゴロのゲージは甘くてダクラゲージも溜まっている。ここはもう使う、ここはもう使わざるを得ないというかいい判断でしたね。しかしまだ殺しきれない。スライディングからここは通常投げ、うまい。さあフォアだけは生かしておけないと、全てのゲージを払って殺していく。さあまだ 1P デブ側は中堅、さあジャンプ飛ばしてがカウンターから、さあゲージないもののペースを握っているのはデブかと思われたが、この一発で変わるか。しっかり2ゲージを打ち、ドライブゲージ吐かなくてもシェンは強いのが本当にいいところですね。さあ状況は、まあ、かなりいい勝負か。デブ側が1ゲージ多い。さあ相打ちだがジャンプ飛ばし届かず。さあもうお互い即死圏内か。さあ突っ込んでいく。おっとこれはどうなる。使って、あっと絶撃拳が出なかったか。これはつなぐ発動、あっミスる、あーなんかごちゃごちゃしてる。刺さってこれは終わってしまうか。さすがに終わってしまう。おそらくまあ中段を警戒して一瞬立ったところにジャストで足払いが来た感じですかね。さあ勝ったのはデブ。